井上正美の上正美大正十年九月十四日は、日立下妻藩の第十四代の藩主、死者第十三代藩主、井上忠健の次男。母は、井出し。性質は、戸田忠綱の娘。子は、井上忠国、井上正義、横田正頼、平田はじめ、娘、娘。官位は、十五位下、井岡美。幼名は次郎、辰若丸。 次男だったが、兄の高丸が病弱を理由に拝着されたため、生死となる。そして、慶応2年11月23日の父の隠居により、後を継いだ。慶応4年の母親戦争では、はじめは幕府側に組みして、江戸城清水門の警備を務めた。後に新政府側に願いろうとしたが、旧幕府からの圧力を受け、一部の藩士が藍津藩との戦いで藍津側に組みした。 新政府からそれを咎められて、改役に処されかけたが、過労が懸命に弁明し、さらに砂漠派であった、今村のボルらを殺害したため、改役を免れた。明治元年11月25日、除任する。明治2年6月の反赤奉官で、反知事となり、明治4年7月の廃藩知見で免官された。1884年7月8日、死釈を除釈した。 大正10年9月14日、66歳で死去した。墓所は東京都台東区の谷中霊園。ありがとうございます。